はい。そして4つ目は、そう、ないことには、例えば、まあ、一度会ってみないことには仕事を任せられる人かどうかわからない。おー、はい、この文法はね、一度会ってみなければ仕事を任せられる人はかどうかわからない。もういいですね。ん？何ですか？あ、ないことにはね、なければと同じですね。そうですね。そう、一度会ってみなければ仕事を任せられる人かどうかわからないと一緒ですね。そう、なので、まあ、この後ろの文のことをするためには、まあ、A が必要だという意味ですね。はい。じゃあ2番を読んでください。お金がないことには、この計画は進められない。そうですね。お金がないことにはこの計画は進められない。なので、まあ、計画を進めるためにはお金が必要だということですね。はい、3番はね、足がもっと丈夫でないことには、あの山に登るのは無理だろう。はい。足がもっと丈夫でないことにはあの山に登るのは無理だろう。なので、そう、あの山に登るためには、もっと足が丈夫である必要があるですね。で、このそうことにはそう、まあ、動詞の内形全部ないないないの形にそうなります。ないことには、はい、で、そう、まあ、B するためには A が必要だですが、さらにその後には否定的な意味の文が来ることが多いです。ああ、否定。そう、そう、わからないとか、まあ、進められないとか、無理だろう。うん。うん。あ、はい。さっきの例文、ないことには、うん、なければと、なかったら、どう違いますか？うん、同じですか？時間かった。なかったらは、一度会ってみなかったら、うん、そうですね、なかったらで言い換える文も、言い換えできる文もあります。例えばお金がなかったらこの計画は進められない。それはもう、そう、いいですが、例えば1番は、まあ、一度会ってみなかったらよりも、一度会ってみなければ仕事を任せられる人かどうかわからないの方がいいです。あと3番も、まあ、足がもっと丈夫でなかったらあの山に登るのは無理だろうは少し変ですね。うん、これも足がもっと丈夫でなければの方がいいです。で、そうで、ないことにはとなければと同じ使い方ですか？そうですね、なければと、そうですね、似た使い方があります。うん、時々使い分けは分かります、うんうん、そうですね、確かに使い分け、そうですね、一度会ってみなければ、そうですね、確かに難しいですね。はい。自然に話しますか？そうですね。うん。そうですね、はい。部屋がもっと広くないことには、30人の会議には使えない。そうですね、
そう、部屋がもっと広くないことには30人の会議には使えない。はい、要件がもっと振らないことには、スケート場はオープンできない。うん、いいですね。雪がもっと降らないことにはスケート場は、オープンできない。はい、はい、鍵がないことには部屋には入れない。うん、そう、鍵がないことには部屋に入れない。いいですね。はい、そうですね。一つそのないことにはとなければの違いは、まあ、ないことにはの方が少し固い言い方ですね。なければの方がもっと、まあ、友達同士も使えるし、そうですね、いろんな時に使えます。わかりました。はいはい、あとは何か質問はありますか？大丈夫です。ありません。はい、mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học会話từ sơ cấp trung cấp đến business 会話 các khóa học luyện thi từ N1 đến N5 đăng ký tại Facebook tiếng Nhật một thầy một trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến một giáo viên một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.